今東京の、試合を調べてまして、でちょっと1個都内で良さげな大会があるみたいですね。あ、実はあの僕が出ようと思ってまして、はい、あ、どうも、こんちゃんです。今日はあの自宅からですね、お送りをしております。で、あの僕が大会に出ようと思っているんですけれども、まあ、理由としては、まあ、まず YouTube を始めるきっかけにもなったんですけれども、まあ、試合に負けたことでですね、新たにテニスともう一度向き合いたいというような気持ちが芽生えてまいりましたので、まあそれを、試合に出ることで試していきたいというところと、あともう一個はあの実際に視聴者の方から、まあ、偉そうにあの動画で、いろいろとアドバイスとかをしてるんですけども、まあ、実際にお前の実力がどんなもんやねんというような声もありましたので、なので私の実力というところをあの皆さんにまたお見せできればなという思いで、今大会を検索しています。で、実際にこの練馬区での大会ですね、練馬区のテニススクールさんが、運営している大会があるみたいで、まあ、これとか時期的にも、今から約2ヶ月後にあって、で参加条件もオープンなので、まあ、ゴンちゃんも出れる大会というふうになっています。で、あのこちら噂によるとですね、学生時代にトッププレイヤーだった方々が社会人になってで OB として出場してるみたいなので、結構レベルは高いみたいなので、ちょっと優勝できるか不安なところもあるんですけれども、まあ、2ヶ月後っていうところもあるので、まあ、そこは頑張ってトレーニングしてですね、ベストの状態に持っていければと思っております。まあ、結構試合数もたくさんできるみたいで、なんか予選のリーグが4名でやるみたい でその予選リーグのうちに、通過した皆さんで本戦トーナメントをやるというふうになっているみたいです。で試合形式が6ゲーム選手ノーアドバンテージなので、まあ、普通こうテニスだと1セットマッチで7号とかになると思うんですけど、6ゲーム選手って書いてるのでおそらく6号とかで勝負がつくのかなというふうに思います。やっぱコートがカーペットコートなので、ちょっとここは私自身あまり経験したことがないコートですので、そこでどうなるかっていうのが非常に楽しみな大会ではありますね。はい、ということで8月19日土曜日ですね、こんちゃん大会に出ますので、ぜひ応援のほどよろしくお願いします。あと動画のチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。